プロレス大好き大集合。いやー、やってまいりました。パート2バラしちゃいますね。パート2ですね。これあの1本目は撮って2本目なんですけど、1本目と2本目が1週間ぐらいあのインターバル、なるほど、起きますから。そうですね。そう、もう忙しいタレントと、そう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 、いわゆる日本撮りという、日本撮り、業界的に、業界的に、はい、うん、ということで、はい、本日は新日本プロレスを100倍楽しく見る方法の第2弾、はい、いきましょう。これね、よく思ったんですけど、一発目ですよ。あ、でもこれ新日本プロレスすいません、いやあ、いいツッコミですね。一発目、もういきなり一発目、いきなり一発目、卵とじゃないですか、この兄貴は。ああ、そういうやつね。そうですね、兄貴いや、でもまあ行きましょうか。これね、せっかく作ったんでね。確かにね、金本選手も兄貴と呼ばれる。もうでも新日本プロレスもではないんですね。いや、でも、ね、そうそうそう、うんうん、全日本の人だから、もう、あ、そう、全日本の人、うん、あ、これ全日本の人ですね、これね。兄貴、スーパージュニアの髪はね、似てる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 兄貴、兄貴、兄貴似てる。光る光る、ああ光るね、もう出ていったんか光るみたいな。すいませんでした、ごめんなさい。すいません、今気をつけます。すいません、出ないかしたらまずいですね。もうね、うん、まあまあこの兄貴、ね、見てる人なんだかよく分かってない。分かってない分かってない。次いきます。これあのラッシャー木村さん、ラッシャー木村さん、ね、新日本プロレスじゃないですね。そうそうそう、失礼いたしました。兄貴ですね、ババさんですね、やってました。いや、まあこれでしょ、これでしょ、もう今ね、やっぱり。じゃあ行きましょうか。もう新日本プロレスはこれですね、今はね。うん、じゃあどうぞ。レベルが違うんだよ、来ましたね。この下の巻き方がいいですね。だからレベルじゃなくてレベルです。レベル、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 そう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 、レベルが違うんだよこれね。そうそうそう、レインメーカーね、レインメーカーすごいっすね。最近これだけど、このセリフをゲドーさんのこのセリフ待ってますよね、みんなね。そう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 、レベルが違うんだよってね、待ってますよ。いや、でもね、後楽園でこの間見た時もその前哨戦がありましたけど、やっぱゲドーさんのマイクの使い方うまいですね。いや、ゲドーさんはね、もうあれ最高ですよ。あの抑揚も含めてね。そうそう、そうで、声も通るでしょ、あの柄声。 6.22 ドミニオン、金の雨が降る。このなんかこの、なんだろう、巨大な金の雨が降る。ゲドさんとは練習してるんですかね。僕らも見習わなきゃいけないですよね、やっぱり。研修の中でね。そうですよ、いや、日本全国のプレゼンテーターもね。いや、ちょっと、あっ、すいませんごめん、ちょっと見逃しました。すいません、ちゃんと見てないもん、ね、そうそうそう、次に行ってたから、ね、そう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 、ちょっと行く前にこれやってるやつ。それ行きましたか、それ行きますか、それ。あ、行きました。いや、うちやろう、懐かしいですね。懐かしいですね。これ何年前ですかね、これ。北尾浩二選手。いつだ、もうすごい昔でしょ、だって。あ、東高三銃士が出始めの頃。うん。ですよね。デビュー戦ビガロかなんかだった。そう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 。いやー、いやー。そう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 。で、黄色いさ、なんかタンクトップね。そうそうそう。いやあれすごい。ものすごい派手なね、コスチューム着てきたし。で、しょっぱいしょっぱい。でちょっとなんか召し入れちゃってね。そう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 。サングラスかけてね。いや、でもポテンシャルはあったと思う。いや、ポテンシャルはありました。やっぱあの時190何センチでしょ。あのね、体を生かしたレスリングができたら、うん、もっといけただろうし、こんなこと言わなきゃね。あ、まあ、あとやっぱ北尾ってやっぱ名前がね、やっぱり本命出たのはまずかった。二袋出た方が良かったかもしれないですね。なるほど、あけぼのさんみたいにね。そうそう、でも今のあけぼのさんすごいじゃないですか、彼は。あー、でもどっかこう完全にあけぼのがすげーと言い切れない言い切れないところがあります。あるでしょ。あのね、 K-1 とかあの辺出てた時のあけぼのさんと今のあけぼのさん比べると動きが全然違いますよ。プロレス動きになってますよ。この間あの、彼うわーってやつなんだっけ、よく一緒に出てくる人、あ、出てこない名前が。浜ちゃん？違う違う違う、あの浜ちゃんじゃないですよ、あけぼのと出てくる人、あの、関本大輔、いや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 、いやもうで、で、ボブサップ、ボブサップ、うん、ちょっと、長かったですねだいぶ放送時間からしたら、無駄なことしたような気がする。そうです、無駄なことです、ちょっとここカットかな、ね、そう、ボブサップと、その、あけぼのさんを比べると、うん、やっぱボブサップはちょっと、もうちょっと動き良くないとダメじゃないかって感じ。まあ、てか本人がもうその気ないからね、あんまりね、まあ、まあ別に、韓国でなんか占い師かなんかやってるんでしょ。そうなんですか。そんな話、もう彼は韓国行ってたんですよ。あ、そうですか。そう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 、うん、ということで次行きましょうか。あー、これもねー、これ、おってみろ、おってみろ、この野郎、書いて指差してやってましたよ、いわゆるフルタイムやった試合でしょ。そうそうそう、あれー IWGP 戦ね。
そうそう、うん、昭和61年あ、よく覚えてますね。東京大、あ、横浜分隊、いや、横浜分隊ですね、横浜分隊ですね、あのフルタイムやったやつね。でも離脱者があって、あ、もうこれしかないだろうってカードですよね、あれね、あの時の。あ、それってあれ、いわゆる猪木さんにチャレンジした時でしょ。その後もう一回やってますよね、藤波さんとやって。ああ、あのほら、要するに藤波さんが非常になれなかった試合でしょ、うん、これ。あ、そうだそうだ。でその後に藤波さんがチャンピオンになって、うん、猪木さんと挑戦して、うん、でフルタイムやって、そうだそうだ。で最後ほら、今日肩車して、あ、はい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 、でやったやつもあった、はいはいはい、で猪木がベルト巻いたけど、ね、あ、そうそうそう、それが多分そっちが分隊なのかな、うん、あ、まあどっちにしろそのやっぱり猪木さんのやっぱりその勝負師としてのね、そうですね、藤波さんの揺さぶりが勝った試合でした。猪木さんのあのね、折ってみろっていうのはね、うん、これ 何度か聞いてますよね、あれね。猪木って、そうそうそう、猪木さんって足がどっちかってそんな太くないので、いやでも猪木さんの理想の体でしょ。そうです、ね、体も柔らかいし、柔らかいですね。そうで、今一番当時の猪木さんの体に近いのが新助ですから、うん、ああ新助ね、やっぱその辺は猪木さんもちゃんと見抜いてますよね、やっぱね。新助は足長いですよ、長い長い長い。猪木さんちょっとそんな長くなかったけど、だけど猪木さんでもそう金星の取れた体してるでしょ。金星、そうですね、そうですね、そうそうそう。でもね、足音の字かけられてる時ってなんかすごくかけやすい足なんだろうな、うんうん、ね、細くてね、スッと入るから。で逆に言うと猪木さんかけるとすごい痛い。あ、でしょうね、あ、そうそうね。どうなんですかね、昔のデストロイヤーでもね、うん、短足で太くて、ああかもしれないですね、うん。いやでもあれ本当に折ってみろってみると折られちゃったらどうするんだろうなと思いましたけどね。いやいや、ここですよ、駆け引きですよ、駆け引きですよね、そうですよ、やっぱりね。じゃあ次行きましょう。これもうこれはね、かっこよかったな。誰が一番強いのかこのリングで決めればええやろ、ね、ええやろ、ええやじゃなかった、ええやか、うん、ね、誰が一番強いか決めればええやみたいな。あ、そうそう、決めればええや。凄みがありましたね、彼は。アキラさん、まあ今でも凄みありますけどね。いやもうね、これも新庄じゃないですからねこれね、いやこれもね、私ね、かっこいいなと思いました。 あんまりアピールしないじゃないですか、三沢さん。三沢さんね、橋本、次やるのか、この野郎、うん、もうね、あんまり毎回アピールする人じゃないんですけど、あの時は何気に三沢さん好きですよね。いや三沢さんね、私ね、前回このシリーズの時に言ったそのやっちゃえばいいのにってさりげなく言える三沢さんすげえなと思ったんですよ。なるほどなるほど。こう新日本プロレスを100倍見ながら楽しみの方って言いながら、ちょっと前回ぐらいから三沢さんの話がいろいろと入ってるっていうのは何か意味があります？なんかちょっと意味があるかなみたいな。あいや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 、この布石って怖いですね。そうそう、この無意識の布石ってやつ。次もだって三沢さんでしょ。ああそうですね、全然新日じゃないです。全然新日、ね、これ新日取らなきゃいけないから、これすいません。取るの？あ、取っちゃダメ、取っちゃダメ、取っちゃダメだ。どういう話だ。いやいやいや、ちょっと、いやでもね、三沢さん続くな。もう痺れちゃいましたね。いやそうなんですけど、そう、次もね、これですよ。これ新日本プロレスでね、三沢さんが出た長男さん、ドームでしょ。ドームですね、長男、ね、正弘さんでやった。あのドームで珍しく30分しかやなかったみたいな。そう、あのね、あの時多分長男さんはね、30分が目いっぱいだと思いますね。だと思いますね。もう周りのいろいろね、そのプロデュースっていうか、もう大変だったもんね。いやでも普通だったら60分一本勝負ですからね。ですよね、そうですよね、うん、そうガッても60分一本勝負って言ったんじゃないですか。ガッてやるね。全然難しい英語喋ってませんよね。アイムチョーノって、もう一度聞いてますけど、アイムチョーノってみんな分かってますからね。アイムチョーノ、そうそう、ちょっと私はチョーノです。すいません、マルティナ、マルティナね。あの人だけドイツですよね、マルティナさん。ドイツですよね、ぶっちゃけ負けてなかったでしょ。ぶっちゃけ負けてなかったでしょ。このぶっちゃけってのまだいいですね。あ、うん、あ、でもついこの間三沢さんの何回忌ですか。6年前、もっと前だっけ。もうそんななるんですよね。広島で亡くなったんですね。そう、広島、そうそうそうですよ。あさって広島ですけど。あ、もうね、だけど三沢さんが亡くなったけ衝撃でしたね。そうですね、ちょっと広島で、あ、そうそう、パワーストーンで、うん、パワーストーンでちょっと広島パワーストーンで語ってきますけど、はい、はい、王ちゃんね、ゃんこれね、セットなのよ。あ、そうそう、じゃあセットこれセットなのね、セットこれ多分そうね、そう、新日本プロレスの皆さん目を覚ましてください。最初この王ちゃんの飛行機のね、あのやつがありますよね。あれ T シャツにもなりましたからね。そうそう、あ、うん、これがあって、あ、これとこれが連動してるのかな。とにかくこっち、これね、橋本2戦目3戦目3戦目ぐらいだと思います。完全にあのガチでやっガチでやっちゃったやつですね。ごめんなさい、ガチでやっちゃってっていう表現はちょっとあれなんだけど、要するにほら、場外までやって、場外で橋本がほら顔面にね顔面行ったでしょ、うん、話して、いやもうすごい
両セコンドが乱入し、うん、なんとなって、ね、でその時やったんだけど、うん、そこで長さんが後から出てくるわけですよ。そうそうそう、おーゴーッと出てきて、でもうみんなかっこよかったでしょ。かっこよかったな。あの黒に赤いラインが入った、そうそうなんかね、あのプーマのジャージ、プーマのジャージね、ピチッとしたやつね。そうそうそう、いつもピチッとしたやつなんだよね。おいおいとさ、おーわー、こういうままなり方か、こういうままなり方か、あっつったもっと止めてるわけ。コーナーでコーナーでね。で一生懸命佐山さんが違うんだ、長ちゃん違うんだみたいな感じで、こうままなり方か、おわおわおわみたいな。まあでもこういうままなり方かって言ってて、これは別に小川に言ってるんじゃなくてアントニオ猪木に言ってるわけです ね。まあこの辺はですね、GK 金沢のまあ小殺しを見ていただければ全て書いてある。ああ、そうですか。小殺し。小殺しってあの何、ブログ？いやいや違う、本です。あ、本か。金沢さん。金沢さんの。うん。金沢さんね、あの新しい事実が発覚して、うち朝霞に住んでるんですけど、新座に住んでるんですか、あ、そうですか。金沢さん。あの朝霞でゼロワンがプロレスやるとき金沢さん来るんですよ。あ。なるほどね、うん、まあどこでも来てますけどね彼ね、ほんとね、よく本当にもうね、そうそうそう、で彼もね、よく泣いてますね。ああ、そうだろうし、うん、あのごこのガチの、あの石井ちゃんとあの田中将の試合も泣いてたでしょ。あ、まあ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 ね、ほぼほぼ、うん、いやもうでもあれ感動しましたもんね。あ、僕どうでもいいですけど、あのこの間元井美希さんと写真撮りまして。元井美希さん、ええ、誰ですか。よくあのあれです、スカパーっていうか侍チャンネル出てくる、ああ、侍チャンネル出てくるアナウンサー、そうそうそう、いたんですか。元井さん、あ、いたんですか。はい、全く関係ないですよ。じゃあそれが俺のやり方ですから。そうかそうか。じゃあついでにこの俺のやり方のついでに、これですね、ケイちゃんやらないぞ、俺を切れさせたら大したもんだ、大したね。安城さんとなんですね、安城さんとの試合なんか調子良いです。まあ結局これがね、やっぱりね、長州さんって言えば一番みんなが知ってるね、うん、うん、それはそれで切れちゃないですよ。いや切れちゃない、切れちゃない、このおかげで長州小力さんは売れたって感じですか。そうです、あのちょっとほらインタビューしながら、ほとんどあの試合長州さんそんな疲れてないですよね、ええ、はい、こうやって、ああ、切れちゃないよ、切れちゃないよ、切れちゃないよ、似てる似てる、長州力やらせたらもうマサさん見えてるね。でもこの間のビフォーアフターですよ、やっぱりね。あ、ビフォーアフター。いやいや、指導はしてないですっていう感じで。長州さんすいません。怒ってください。もういやでもこのまま色々と行くと大集合長州さん出る可能性がゼロでもなくなってきますよ。どうなんだろう、ね、どうしよう。そしたらもうちょっとビビりまくりですよね、もうね。まあかなりの川単位ですけどね。このワイクとか言って、どういうふうに、どのワイクとですか。それはちょっとまたこの後アフターだと。アフターだと。じゃあこれいきましょう。あ、ね、まあ、長州さんシリーズね。いや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 。あ、だから秋のお前噛みつかないのかがあって、さっきの誰が中華決めたらええんやつ。ああ、そう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 。うん、あ、そうそうそう、順番そうですね。サマーナイトフィーバーイン、国技館でしょ。国技館ですかね、うん、これ5対5かなんかの、そうそう、ナウリーダー対ニューリーダー、ニューリーダーのね、そう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 、でその後に5対5になったんでしょ。そう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 、あれできっかけができて、要するに長州さんがこれで要は、うん、ニューリーダーとナウリーダーという概念を作って、そうですね、やったわけです。あの時あれですよね、長州さんが全日本から戻ってきた時ですよね。そうそうそう、ですよね。そうそうそう、いやもうその辺の戦いの流れですけど、天才的ですね。天才的ですよ。あ、なんか10分超えちゃいました、ね、あ、大丈夫最後これですね。これも長州さん、まあその前に、うん、この前に、うんうん、大江新日本、うん、あのね、要するにいわばゼロワンじゃねえや、うん、あれですよ、長州さんがそのままちょっと飛び出て、飛び出て、あれですよ、ワールドジャパンプロレスですね、WJ を作って、WJ ね、で、WJ はダメになって戻ってきて、で、要するにその長州さんがリングジャックしたんですよね、ジャックしたんですよ、バッと言って、見てましたよ、あれは、大江新日本、ど真ん中に立ってるぞっていう、ね、あの時誰も文句言わないのかみたいな言い方しましたよね、あれはね、上井さんがフライングで上げたんですね。あ、そういうことなんですか。そうですよ、だからその時、いや実はもうここから言うとものすごいプロレスマニアックな話なんだけど、このデッ永田さんがガーッと上がってきて、はいはいはい、おー永田天下を取り逃したこと永田って要するに永田さんは言えないんだけど、じゃあその前に、うん、長州さんのセリフがあって、ね、俺を上げたやつの罪を責めるのか、それとも何もないやつの罪を責めるのか、ちょっと半分も似てるような似てないような感じ
要するにそのね、いや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 、でもね、長州さんは存在感すごい、存在感あるし、言葉を残しますね、うん、ちょっと長州力特集やりますか、やりますか、やりますか、ちょっとね、ちょっとね、いやだいぶまた、でもあの俺はかますいんじゃないって発言から始まって、うん、名台詞を相当残してますよ、まあ、そうですね、うん、これ製造機ですね、そう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 、だって藤波さんの特集だとあんまりね、特集ないな、長州、長州、分かんないですもんね、長州、長州、だろう、だろう、ドラゴン大将ですよ、ドラゴンストップとかで、ドラゴンストップ、やべえ、もうこの間ね、うちの妻に言いましたよ、長州、あ、たまたまドラゴンストップの催し日本プロレス、うん、あれで一つ前か二つ前にドラゴンストップが収録されてたの見ました、橋本選手と長州選手がやってて、うん、ドラゴンストップ、うん、止めましたよ、うん、ここでダメ、そう、止めましたでしょ、なんか藤波さんがスリーペースかなんかしてるでしょ、そうで、あれを妻と見てたわけですよ、おで、藤波さんがリングに入ってきてこうやってこういう風にやったでしょ、うん、これをね、これをね、実はね、藤波さんがやるからドラゴンストップって言うんだとか言ったら大笑いされましたあもう僕ね、ちょっと今違うこと言おうと思ったんだけどちょっとテレビだからやめますまたもう本当に何を言おうとしたんですか、本当にこれ橋本がああやめましょう、やめましょう、これは危険です、これ危険です、これ危険です、それこそ春のストップ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 、これはまずいですよ、今危ないね、まずいですよ、危ない、ちょっと止めてからじゃないと、いや本当危なかったですね、危ない、いやでもね、何でもドラゴンリングインね、すごかったですね、そう気をつけて、もうね、藤波さんがリングインするからドラゴンリングインって言うんだよ何それみたいな、そのあと何それって、まあ、だから誰がやってもこれかこれでしょ、ちょっとやっぱ長州力特集ね、うんうん、やりますから、ね、まあ、あの新プロレスの方法の、うん、まあ長州力編とか、いいですね、長州力のセリフ編とか、いいですね、うん、まあいろいろ、そう考えると記憶に残るセリフってもしかしたら猪木さんより長州さんの、いや全然ですよ、ね、猪木さんはね試合の記憶はいっぱいありますけど、そうそうそう、やっぱりセリフは長州さんじゃないですか ね全然、もしかしたらレスラーが喋るっていうことは長州さんあたりが皮切りなのかな、あかもしれません ねマイクですか、マイクパフォーマンスってやつ、うんうん、うん、まあやっぱりその辺ですよ、長州さんは全て始めたんじゃないですかね、うん、それまではそんなマイクを持ってうんぬんっていうのは存在感ありますよ ね、 いやもうなんか猪木さんをしのぐレスラーって出てこないんじゃないかって言われてましたけど、でもしっかり出てきてますよね、うん、いやある意味試合とかそういうのはね、もしかしたらしのげないかもわかんないけど、わかんないですけど、でも存在感で言ったらなんかすごく長州さんで私はあるな、まあその時のねあれがあるから、やっぱり僕らバントンですね、まあアントンはね、アントン、そうね、アントンで生まれ育ってきたもんですから、ね、そうアントンに育てられたようなもんですからね、そうです、一番すごいやっぱ猪木コールで、その次は長州コールだった気がしますね、言いやすいんですよね、そうですね、うん、やっぱほらなんて入場の時のあれが鳴った時のあれがやっぱ違う、もうあれはたまないね、最近だとなんとかコールっていうのがね欲しいですよね、うん、そう、ね、新しいレスラーで、そうですね、猪木、そうそう、いいなぁ、きつくないですね、でーれーれー、6万人の一体感っていうのはやっぱりね、いいですいいです、あれがやっぱり DLA で僕ら染みついてます、太鼓の音が鳴るとなんかこうこの辺がワクワクしてるね、デンデデンデデンデね、コールやってほしいですね、ねえ、ね、ああコール特集もいいですね、いいですね、まあでもだいぶ時間もおっしゃいましたよ、おっしゃいましたよ、もうちょっとなんか冗長になってくるというわけで、というわけでいきますか、いきますか、いくぞ、はい、よし、さんだすげえ